浜風、影楼型駆逐艦。浜風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。艦名表記は、正しくは、浜風である。一等駆逐艦、影楼型の十三番艦である。艦名は初代、浜風、磯風型駆逐艦に続いて二代目。第十七駆逐隊に所属した、姉妹艦と太平洋戦争の主要な海戦に参加。戦艦武蔵、金剛空母総流。 ひよシナノといった、帝国海軍主力艦の沈没に遭遇し、自らも1945年、昭和20年4月7日の某の岬沖戦で、戦艦ヤマトと共に撃沈された。影朗型地区畜艦13番艦浜風は、仮称、第29号艦として、浦賀選挙で1939年、昭和14年11月20日寄港された。浦賀選挙で建造をされた。 姉妹艦は、浜風の他に2番艦知らぬ日、5番艦早塩、10番艦時津風、17番艦萩風、19番艦周雲がある。1940年、昭和15年11月15日府で命名。同日には、戦艦武蔵も命名されている。11月25日浸水。1941年、昭和16年6月30日に竣工。 クレチンジフに編入され、同日府で第17駆逐隊に加わる。第17駆逐隊は1940年12月15日に新編されてすでに、影楼型11番艦裏風、12番艦磯風、14番艦谷風が所属しており、浜風の編入で4隻体制となった。太平洋戦争開戦時、第17駆逐隊は第1水雷戦隊。 司令官、大森千太郎少将、機関、阿武熊に所属し、南雲機動部隊の護衛官として、真珠湾攻撃に参加。その後も、両艦と共に、空母機動部隊護衛のためラバウル攻略、ダーウィン空襲、ジャワ島攻略、正論沖海戦に従事した。3月6日、機動部隊司令長官、南雲忠和中将は、第二航空戦隊、司令官、山口多門少将、 空母総流、飛竜、第三戦隊、第二小隊、三番艦春菜、四番艦混合、第十七駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風の8隻で、別動隊を編成、機動部隊本隊から分離して、暫敵相当を命じた。三月七日、早朝、空母二隻の護衛に、第二小隊、浜風、磯風を残し、混合、春菜、谷風、 裏風の4隻はクリスマス島艦砲射撃を実施した。4月、第17区畜隊は、第10戦隊に編入され、引き続き機動部隊護衛艦として行動した。6月上旬、ミッドウェイ作戦に参加。6月5日、アメリカ軍機動部隊艦載機、SBD ドーントレス急降下爆撃機の攻撃で、主力空母4隻、赤城、加賀、総流、飛竜は、 被弾炎上した。浜風と磯風は、掃硫の救援を行い、沈没した掃硫の乗組員を救助した。この戦闘で、第17駆逐隊では谷風、磯風が入居修理を要する被害を受けた。1942年、昭和17年8月7日に、アメリカ軍がガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸して、 ガダルカナル島の戦いが始まると、浜風は8月8日に本土を出港。8月18日から19日、第4駆逐隊司令、アレが工作大佐指揮下の影楼型6隻、嵐、萩ゲ影楼、谷風、裏風,風、浜風は、陸軍一騎死体戦艦隊をトラック白地からガトーへ輸送した。揚陸成功後、ポートモレス B 攻略に伴う、 ニューギニア方面作戦に従事するため、第十七駆逐隊は、嵐、萩風、影楼が島に残し、ラバウルへ帰還した。なお浜風等が送り届けた、市木清自家大災下陸軍兵約九百名は、十七、カケるがラバウルに到着した八月二十一日、イルガワトカ戦で全滅している。八月十七日府で、第十七駆逐隊、谷風、裏風、 浜風は外南洋部隊護衛部隊、指揮官、松山孝治第十八戦隊司令官に編入され、第十八戦隊、軽巡洋艦天竜、立田等と共に、ニューギニア島東部、ミルン湾のラビ攻略を目指すラビの戦いに加わった。8月24日朝、天竜、立田、谷風、裏風、浜風及び戦艇2隻は輸送船2隻、南海丸、行内丸を護衛して、 ラバウルを出撃、連合軍機の空襲を受けつつ進撃した。25日夜、ミルン湾への上陸に成功するが、使用した海図が不正確だったため揚陸地点を間違え、上陸した海軍陸戦隊も陸上地図を持っておらず、窮地に陥る。18戦隊と 17× は対地砲撃を行うが、無線での連絡も難しく、効果は不明だった。立ツタ 裏風が輸送船を護衛してラバウル駅島した後、天竜、谷風、浜風は引き続き、ミルン湾やラビ方面にあって、大地支援を行う。日本側は、デーネート物量と連合軍航空攻撃により、苦戦を強いられ、飛行場攻撃も失敗する。天竜、谷風がラバウル駅島した後、浜風は27日夜ミルン湾に突入して、 陸戦隊との信号連絡に努めたが、悪天候と視界不良のため失敗した。浜風は一旦ラバウルへ帰還した。8月28日、外内洋部隊指揮官、三河軍一第八艦隊司令長官は、第18戦隊を機関として、ラビ攻略部隊を編成、兵力を増強する。29日、天竜、谷風、浦風と海軍陸戦隊を乗せた、 駆逐艦三隻、嵐、村雲、弥生及び小海艇三隻が、ミルン湾に到着して、上陸作戦を観光する。だが、野衆攻撃に失敗し、大地砲撃で陸戦隊を支援するため、立つた、浜風の派遣が決まる。二隻は8月31日夕刻に、ラバウルを出撃。途中で、駆逐艦嵐、有賀司令と小海艇二隻。 安田部隊200名分場と合流すると、浜風は同部隊の護衛に加わった。この後、ミルン湾に連合軍巡洋艦1、輸送船1入港の情報を得て嵐、浜風は同湾に突入したが、天候不良のため発見できず、陸戦隊との連絡にも失敗した。9月3日夜、嵐、浜風はようやく陸戦隊との連絡に成功。両職や、 医薬品を陸上部隊に渡すと、ラビ方面を砲撃して、ラバウルへの帰とに着いた。9月5日朝、ラビ攻略部隊指揮官松山少将、18、戦隊司令官はラビ方面上陸部隊の全面撤収を決断、第8艦隊司令部も同意した。南東方面部隊や陸軍第17軍も、ガダルカナル島方面の重要性が増したこともあって、 ラビ攻略作戦中止に反対を唱えず、撤退作戦が始まる。9月11日、救出作戦に従事していた、駆逐艦2隻、弥生、イ、ソフーはラビ東方、ノルマンビー島付近で空襲を受け弥生が沈没、第30駆逐隊司令も戦死した。同日夜、天竜と浜風は、ラバウルを出撃、12日に弥生沈没地点に到着して、捜索を行うが、 生存者を発見できなかった。弥生の生存者は9月26日になって磯風、餅月に救助されている。東部ニューギニア方面の作戦が失敗に終わると、第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風は、ガダルカナル島の戦いに加わった。浜風は9月16日より、ガトウ輸送に3回従事。10月下旬、南太平洋海戦に、 名雲機動部隊本隊、昇格、随格、随法の名江艦、熊野、節風、天津風、時津風、初風、寺慈樹、嵐、舞風、浜風として、参加、11月7日、第4駆逐隊、第17駆逐隊、駆逐艦修運は、空母昇格、随法、従順熊野、畜馬等を護衛して、日本本土に戻った。第17駆逐隊、 第2小隊、浜風、磯風は、随宝と共に、佐世保駅交し、佐世保交渉で修理。11月19日、第17駆逐隊、第2小隊、浜風、磯風は、旬行したばかりの阿賀野型軽巡洋艦阿賀野と共に、トラック進出を加齢される。その頃の日本軍は、ニューギニア方面の作戦を進展させるため、ニューギニア東北岸のマダンと上枠を占領して、 飛行場を設置し、だえ、もろげ収集と、サラモアに対する広報基地として強化することにした、無謀作戦。だが、ポートモレスビーの連合軍基地から激しい空襲を、受ける、可能性があり、外南洋部隊指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官上枠、攻略部隊の上空警戒のため、第二航空戦隊、司令官、角田各自少将、空母、巡洋と護衛部隊、 慶順、阿賀野、駆逐艦三隻、磯風、浜風、村雨ムラサメを派遣した。上枠攻略部隊、駆逐艦、県運、遊雲、モ、風雲、輸送船、清澄丸は12月16日12時ラバウルを、出撃、マダン攻略部隊、ケイ天竜、駆逐艦、嵐を、両風、磯波、ナ輸送船、愛国丸、五コ丸は、同日18時に、 ラバウルを出撃した。母艦航空部隊、巡洋、アガノ、イソフ、浜風、村雨もトラック白地を出撃、同部隊の援護を受けた、ウェワク攻略部隊は、特に大きな戦闘もなく18日夜に、ウェワク揚陸に成功した。一方、マダン攻略部隊は12月18日の空襲で、五国丸が中破、潜水艦アルバコアの来撃で、天竜が喪失した。 1943年、昭和18年2月上旬、第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風は、ガトー撤退作戦、ケゴー作戦に参加する。第2次撤退作戦と第3次撤退作戦で、姉妹艦の舞風及び、磯風が損傷、修理のためしばらく戦線を離脱した。3月6日、浜風は、 第8駆逐隊の浅潮大型駆逐艦万潮、前年11月13日第3次ソロモン海戦で損傷を栄光し、毎風に護衛されながらトラック白地を出発、サイパンを経由して日本本土へ向かった。約3ヶ月間呉交渉で修理、整備、訓練を実施した。6月16日、第三戦隊、金剛、春菜、第七戦隊、鈴屋、熊野、 第2航空戦隊、ビューー、第16駆逐隊摂布、第17駆逐隊各艦、秋月型新月等と横須賀を出港し、トラックへ進出した。6月22日、第14戦隊、機関、中、伊須津、駆逐艦2隻、浜風、谷風は、第1次輸送部隊、横に特として、ナウルへ向かった。25日ナウル期後の浜風は、 1> 第1次輸送部隊から分離され、26日期の第2次輸送部隊、ながら、撤風と合流し、トラックへ戻った。以降、撤風と浜風は、外南洋部隊に編入され、再び、ソロモン方面の戦闘や、輸送作戦に参加する。7月5日のクラワンヤ戦では輸送隊、餅月、三日月、浜風として参加した。本海戦で、 機関新月が沈没、秋山照オ山水戦司令官以下司令部は全滅した。7月12から13日のコロンバンガラ島、沖海戦では、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊二少将、機関人通指揮下の警戒隊、戦闘より3日月、人通、節風、浜風、深波、夕暮れとして参加。 米艦隊を撃退し、輸送作戦も成功したが軽順人数が沈没、伊崎司令官以下に推薦司令部は全滅した。7月17日、第7戦隊、司令官、西村昭治少将機関、熊野指揮下の野戦部隊、主体、熊野、鈴谷鳥海、水雷戦隊、川内、撤風、浜風、新波、夕暮れ、輸送隊、三日月、水月、商風として、 コロンバンガラ島へ進出するが米艦隊は出現せず、夜間空襲により、従順熊野が損傷、駆逐艦夕暮れと新波が沈没という被害を受けた。7月23日、摂風、三日月、浜風は、コロンバンガラ島への輸送作戦に参加、アメリカ軍魚雷艇を撃退して、揚陸をほぼ終えた。8月17日、第三水雷戦隊司令官、 移住院松次少将、機関さざ波指揮下の野戦部隊、さざ波、しぐれ、浜風、磯風と共に第一次、ベララベラ海戦に参加した。この海戦での損害は警備だったが、アメリカ軍駆逐艦4隻にも損害はなく、輸送作戦もうまくいかなかった。8月22日より、駆逐艦4隻、しぐれ、浜風、磯風、さざ波は、第七連合特別陸戦隊。 三体サベル島のレカタ撤退及び、部員転身作戦、E 作戦に従事するが、アメリカ軍機の妨害により一時中止。8月25日からの第二0作戦では、洋道部隊、川内、さざ波、小風の支援を受け、駆逐艦三隻、浜風、磯風、しぐれで、輸送作戦を再開、レカタ到着後陸戦隊の収容に成功する。キロ アメリカ軍陸上爆撃機の断続的な空襲を受けて浜風は損傷最大発揮速力18ノットとなった。ラバウルに帰着後浜風はしぐれ、イソ風と別れ日本本土へ開港された。9月21日にクレに寄港10月20日までクレ交渉で修理する。11月3日長浜を出港し以降はトラック方面で護衛に従事した。 12月21日、米線水管スケートの来撃に撃沈された、輸送船、寺島丸救援の他、軽巡洋艦の城、駆逐艦三隻、浜風、電、響きでトラックを出発し、満潮と等と合流して、小川丸生存者を救助した。1944年、昭和19年2月1日に、林河白地に進出し、訓練に参加。 3月裁判、パン、タラカンへの戦乱護衛に当たった。3月31日、カゲロウ型7番艦初風と10番艦時津風が沈没、9番艦天津風は大破長期修理中のため、カゲロウ型8番艦雪風1隻のみとなっていた第16、駆逐隊が解体された。雪風は、同日府で、第17駆逐隊に編入され、知らぬ日型5隻編成、磯風、 浜風、谷風、裏風、摂風となった。6月9日、駆逐艦4隻、磯風、谷風、島風、早島による大戦相当作戦中、米潜水艦ハーダー、アセスハーダー、SS-257 の来撃で、谷風が沈没、第17駆逐隊発の喪失艦となった。6月中旬、マリアナ沖海戦に参加。 6月14日、駆逐艦古隻浜風、しぐれ、白露、響き、収装で燃料補給部隊を護衛中、白露型一番艦白露が、タンカーの信用丸と衝突してワクチン、浜風は、白露の乗組員の救助を行った。19から20日、浜風、しぐれは、燃料補給部隊から分離し、小沢機動部隊をつぶたい、第二航空戦隊、空母巡洋、 費用、流放、戦艦長と等に所属して、アメリカ軍機と交戦するが、20日、空母費用が、アメリカ軍機の攻撃で撃沈され、乗組員を救助した。戦闘終了後、燃料不足のため駆逐艦満潮、収葬、早地も、シグレと共に、艦隊主力から分離、先行して帰島した。7月臨河白地に再度進出、9月下旬、第17駆逐隊。 浦風、雪風、浜風、磯風は、第2戦隊、司令官、西村昌二少将の不走型戦艦2隻、不走、山城の臨河白地進出を護衛する。10月下旬、第17駆逐隊は栗田艦隊に所属し、冷凍機械戦に参加した。浜風は、第3戦隊戦艦混合を中心とした、臨慶陣の左側に配置され、10月24日の、 渋谷海海戦を戦う。15時5分、資金弾と小型爆弾2発命中により、第2貫室で火災発生。15時26分沈下に成功したが、最大発揮速力28ノットとなり、戦死1名、重軽傷者16名を出す。同じく損傷した駆逐艦清志僧と共に、栗田長官から大破した戦艦武蔵を護衛するよう、命ぜられる。 武蔵の沈没を十九時三十五分に目撃した。武蔵生存者の救助に従事した浜風は約八百名を救助した。両艦浜風、真相は合計千四百二十三名、重傷五十八名を乗艦させ、マニラへ引退した。十一月十六日、第十七駆逐隊は、戦艦三隻、山と、長と、金剛と、京淳や萩を護衛して、 ブルネーを出発、日本本土へ向かう。台湾で、松型駆逐艦2隻、梅、霧と分離、北上中の11月21日、戦艦混合と、第17駆逐隊司令艦浦風を米潜水艦、シーライオン、アセスシーライオン、SS-315 の襲撃で失った。雪風は、大和長戸を護衛して退避浜風、磯風は、 金ンの生存者二百三十七名を救助したが、約千三百名が、戦死。また、裏風は合鎮したため十七1ける司令以下全、乗組員が戦死した。浜風は、裏風の沈没により、第十七駆逐隊司令官となった。その後、長門を護衛して、横須賀港へ入港。折り返して二十八日、山戸型戦艦から空母に改造された大型空母、シナノを護衛して、 横須賀を出港し、クレに向かうが29日、米潜水艦、アーチャーフィッシュ、アセスアーチャーフィッシュ、SS-311 の雷撃で、シナノが沈没、浜風、撤風、磯風は、シナノの生存者1400名を救助する。11月30日、クレに到着した。12月29日、文字を出港、第17区畜体、撤風、浜風、 イソフ及びシグレは、高尾経由、シンガポール行きの日87戦団及び同行する空母流砲の護衛を行った。30日、摂風は、機関故障により、クレに戻り、浜風は、第17駆逐隊司令官となった。1945年、昭和20年1月7日、流砲を無事に、台湾のキールン市に送り届けた。翌8日、 台湾の中、港白地で農務の中1万トン級タンカーの海放丸と衝突。双方の損傷は軽微だったが、戦団は翌日以降の関西機襲撃で壊滅した。この損傷により、司令官は磯風に変更となった。浜風は戦団及び磯風と分離して、魔港へ入港すると修理にあたり、1月25日、クレに寄港した。1945年、 昭和20年3月26日に、天一号作戦が発動されると、浜風は、戦艦マトや、第二水雷戦隊各艦と共に、呉を出港し、宇部沖で待機した。4月6日、徳山沖に待機していたマトと合流し、15時16分に、出港した。4月7日、山と及び、第二水雷戦隊、機関ヤハギ、第17駆逐隊、磯風。 浜風、摂風、第21駆逐隊、朝霜、霞、初霜、第41駆逐隊、冬月、両月は、棒の岬沖海戦に参加した。第1次空襲の最中に当たる12時45分、浜風の船体後部に爆弾が命中し、航行不能となり、その後魚雷が浜風のお原船体中央部に命中し、浜風は、 前後に分断されて12時48分に沈没した。100名が戦死、艦長以下256名が救助された。浜風の豪鎮は海戦に参加した多くの海戦参加将兵に目撃され、彼らの手記で取り上げられている。吉田光戦艦山と乗組員は、浜風専人将校の証言を以下のように記述している。6月10日、駆逐艦浜風。 浜風は、第十七駆逐隊、帝国駆逐艦隻、知らぬ日が駆逐艦のそれぞれから除籍された。浜風、磯風沈没後の、第十七駆逐隊には、第二十一駆逐隊より、初春が駆逐艦初下が編入されたが、初下は7月30日に、舞鶴湾で食らい、沈没した。8月15日、玉音放送によりポツダム宣言の受諾。 日本の幸福が周知される。同日付で第17駆逐隊は解体され唯一健在だった。姉妹艦の接風は第41駆逐隊に編入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。